このお皿でいいですか

いい何言ってるか全然わかりません。はい。浩二くん。はい。遠慮せずに食べてね。あ、いただきます。いやー、どれも美味しそうですね。<laughs> お前本当にいいやつだな。いいいやいやいいやつ、すごくいいやつだ。お前あ、来え来え。はい。<あ>いただきます。なんかおかしい。変だよこんなの。誰が考えたの？ お父さんが招待してくれたんだ。お父さん。お父さんは浩二君と何を話すっていうの?いや。怒るなよ。別に怒ってない。何なの。何企んでるの。いやあの、別に隠すつもりはなかったんだけどさ。 どうしてももう一度君の歌を聴きたくてさでも俺頭悪いからこんぐらいしか思いつかなくてまだバイトも始めたばっかで全然金も貯まってねえからあれなんだけど金なら <うん S 2> 残りは俺が出しちゃってもいいぞ本当ですか あ、いや、でもそれはやめときますなんでだよこれは僕が決めたことなんで最後まで自分でやりたいんです、ね、どうかな CD にしてみない君の歌を。